ニュースポストセブンです。神田沙也加さんの交際相手で俳優の前山隆久さんが1月5日に芸能活動の休止を発表しました。同日、文春オンラインで死の直前の神田さんと口論の録音音声の内容が報じられた前山さん。神田さんは前山さんとの交際に悩んでいたようです。さらに同じ時期、歌手の生命線である喉も痛め、手術が必要だという事実にショックを受けていたという神田さん。以前から精神科へ通院しており、処方薬を札幌に持参するのを忘れていたとも報じられています。神田さんの知人は、最悪なことが重なってしまったと嘆いています。ニュースポストセブン。